フリーフリーハロー、熊崎チャンネルです。今日ここ、二の丸公園に来てるけど、しかしですね、こちらにはですね、スペースがあって、今自分が建てるこの場所に、地中館という建物があったんです。地中館という建物はですね、肥後細川藩主、六代藩主の重隆さんという方がですね、身分に関係なく、いろんな勉強ができるようにということで、ここにですね、地中館という学校が建ってました。はい、重隆さんはもう一つすごいのがですね、はい、日本で初めての医学校、地中館というのをですね、建ててらっしゃいます。はい、もう一つあります。もう一つ、あ、またじゃないですか。薬草園の万事園っていうところですね。そうです、そうです、はい、そうです。今でいうと薬園町あたりですかね。はい。はい、そちらの方にですね、昔から薬草園があったらしいです。はい。はい。以上、熊本市のご利用ありがとうございます。この動画が少しでもためになったという方は、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。お願いします。